興味深い対戦になりました。エミレーツスタジアムからお伝えします。今日の舞台はエミレーツスタジアムです。天気は雨、濡れて滑りやすいピッチコンディションとなりました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんを迎えしています。 EFL カップラウンド16のこの一戦、アーサルがアストンビラと戦います。準々決勝進出の切符をかけた一発勝負ですから、盛り上がらないはずがありません。見応えのある試合に期待しましょう。打った、これはナイスブロック、ピンチをしのぎます。これはキーパーの好セーブ、入っていてもおかしくないヘディングシュートでした。コーナーからエリア内へ、クリアが小さい。さあ来た、決まった。試合の序盤に先制ゴールが決まりました。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。さあ再びキックオフ、同点を目指すアストンビラの攻撃です。ここは注目ポイントになりそうです。ルイス・ムリエ、オフサイドです。ギリギリのタイミングでしたね。いい形でゴール前まで持ってきました。ジャカ、ここでサカ、ドリブルで相手を揺さぶります。決まるか、2点リードかという場面でしたが、ミスしてしまいました。サカがボールをロスト。ルイス・ムリエル、ここで抜いてきた。このクロスはブロック。アシュリー・ヤング、これを止める。よく反応しましたね。ガブリエ、ここは通しません。ヤングがこの位置です。ルイス・ムリエル、ルイス・ムリエル、キーパーのダイビングセーブ、しっかりと守ります。ゴンサロ・モンティエル、サカ、アーサル仕掛けてきますか。ゴールチャンス、ここも決めてきました。これでこの選手は2得点、流れを引き寄せました。リプレイが出ます。スルーパス1本で決定的なチャンスを作りました。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ、冷静に決めました。さあボールを取り返した。ウーデゴール、チャンスだ。最後は1対1となりましたが、キーパーがスーパーセーブを見せました。ショートコーナーだ、シュートまでいけるか。シュートのコースを読んでいましたね。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたが、コースをうまく。消されましたね。ガブリエ、バストーニ、ここでサカ。福西さん、スコアを見れば明らかなように、チームはこの前半かなりのリードを築いていますね。かなりの好調なようで、すでに2点リードしていますね。これだけ自信を持ってプレーできるなら、後半に崩れるようなことはそうそうないんじゃないでしょうか。
バストーニ、ボールはトーマス、オフサイドです。アディショナルタイムが3分増やされました。ガブリエル、ボールはジャカへ、腕ゴールに渡った。ディフェンスが冷静に処理します。ホイッスルが鳴って前半終了です。残りは45分、アストンビラのキックオフで始まります。アーセナルは3人投入してきました。中に入れた。おっと、これはちょっとクリアが甘いか。ここでなんとかボールに寄せてきました。ここまでのポゼッション率を見ればアーセナルがボールを支配していることがわかります。選手同士の連携がよく取れ、ガブリエル・ジェズス、ゴール、勢いが止まりません。これで3点差です。このシュートはすごい威力でしたね。ボールの芯を捉えています。これは波のキーパーじゃ取れないでしょう。アーセナルの選手交代です。高い位置でインターセプトします。コーチーニョ、素晴らしい反応でキーパーがボールを弾き出します。ライン際でボールに追いつきました。サカ、カウンターのチャンス、ここは決めたい。絶妙なパス、入った。すでにスコア差は4点。大量リードしてもチームが手を緩める様子はありません。一人で局面を切り開いてますね。これは頼もしいでしょう。中央へのクロスです。ちょっとクリアが小さいか。これは危ないですよ。ここはなんとかしのぎきりましたね。今ならカウンターも狙えます。カウンターアタックに入りましたがボールを奪われました。これはあるか。キーパー難なくセーブします。レフェリーがアディショナルタイムを追加しました。3分です。抜け出しました。ゴール。ここでさらにリードを広げます。あと何点取るつもりなんでしょうか。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。カマラ、ムリエルに渡った。ここで試合終了の笛。アーセナルが次のラウンドに駒を進めます。いやー、それにしても一方的でしたね。試合をアーセナル仕掛けてきますか。